MORKOJPN モリコジャパンです。 B-boy やってます。ブレイクビーツで踊ってるやつら、それが B-boy です。自分は網膜色素変性症っていう病気なんですけど、 95% 以上は視野がない状態、明るいと見えない白内障、暗いと見えない夜盲、刃物が歪んで見える黄斑変性。ブラウン管のテレビを近くで見た時のわけわかんない色の光がバーってなってるような感じ。一言で言うとバグってるって感じです。進行性の病気なので、これからもどんどん進行はしていきます。なんか自分結構ポジティブな感じなんで、病気になって良かったこととか聞かれるんですけど、いいことないっす。自分で一人でできることが狭まってきて、よく迷子になっちゃったりとか転んだりとか、そういうヒップホップってマイナスのものをやっぱプラスに変えていける文化なんで、自分はまあヒップホップなんで、その全部プラスに変えていこうって感じですね。自分が活躍してる姿をこう世間に出していくことによって、あ、病気とか障害があってもこうやってかっこよくやっていけるんだ、その希望になれるように、これからもそうやって頑張っていこうかなって思ってます。